高温動物、高温動物、高温動物とは、気温や水温など、周囲の温度に左右されることなく、自らの体温を一定、ホーミシュタティックに保つことができる動物。かつては、低温動物、温血動物とも言われた。対義語は、変温動物。しかしその後、動物の体温制御が種によって多様であることが、発見されたため、高温動物と、 変温動物の二つに分けられるというごた考えを招くこれらの語は学術的には使われなくなってきている。生物における高温性とは体温の自律的な向上性のことを指す。哺乳類、鳥類においてはかつては固有かつ不変の特殊形質であると思われていたこともあるほど一般的に認められる生理的性質である。このため、高温動物という用語は 深い検討を書いたまま哺乳類と鳥類のことと、ほぼ同義的に用いられていた。しかし、生物の体温に関する様々な事実の発見が積み重なるにつれて、それは事実誤認であることが分かってきた。そのため、近年用法が変化してきたり、使用頻度が減ってきている用語である。関連した生物学用語として、内音性、外音性、異音性がある。内音性、 エンドザーミーとは体温が主に代謝熱で維持されている状態。外音声、エクタザーミーとは体温が主に外部環境によっている状態。つまり、高温動物とは内温動物のうち自律的に体温を制御している動物である。イ音声、ヘタアッザーミーとは高温動物において部位、もしくは生理状態の違いにより体温が大幅に異なることを言う。 温血動物という言葉が案に示すように、高温性はかつては哺乳類、蝶類に固有かつ普遍の特殊形質であると思われていた。しかし、哺乳類、蝶類以外にも様々な生物で様々なレベルの耐熱酸を伴う能動的な体温調節の例が発見され、哺乳類、鳥類においても怠け者や格好のように変音動物といってい,い体温調節を行うものが、 あることが知られるようになった。哺乳類は、高温動物、魚類は、変温動物のように単純に二分類することや、ある生物を指して、厳密な定義なしに、高温生物か変温生物かを議論することは、少なくとも、科学的とは言えないものである。ある生物の体温調節能力や気候を調査する、ことはともかくとして、生物の体温調節能力を高温と変温に、 分類することは特に意味があるわけではないので、学問的に厳密な定義を提唱することは近年行われていない。つまり、変音内音高音は連続的であり、明瞭に線引きできるものではないし、されていない。このような煩わしい議論や定義づけを避けるため、近年は体温が主に代謝熱で維持されているという意味での内音性、内音性動物や、 高度な体温調節能力があるといったような表記、止める例が増えている。哺乳類、蝶類以外の生物を記述するときに、あえて、高温性と表現し、高度な体温調節機能があることを強調することも、ある。高温が、久しに体温を一定に保つことと考えるなら、そのような動物は発見されていない。積極的な耐熱酸性と放散を伴って、 能動的にある範囲に体温を保つこととするならば、動物では様々な分類群に分布する珍しくもない生理特性である。例えば、ウミガメ、ネズミザメ類やマグロ類、昆虫類にはほぼ一定の体温を保ち、摂氏0度の気温や摂氏10度の冷水の中でも活発に活動するものがある。 この時の体温は人や西洋丸花バッでは摂氏40度付近であるが、赤ウミガメで摂氏23度付近、ホホジロザメで摂氏26度付近と比較的低い。つまり、赤ウミガメやホホジロザメは、冷血の高温動物である。また、カツオやアキアカネ、カモノハシ、カッコウ等の活動自体温は、外水。 気温よりも5摂氏10度以上高く、摂氏40度に達することもあるが、外温や、運動の有無で体温が不動し安定しない。つまり、温血の変温動物である。このことからもわかるように、よく見る渦のような温度分布図は、その時の体温の肯定を示しているに過ぎず、高温動物と変温動物との差を、象徴的に表すもではない。 温血動物という言葉が用語として不適切な、ゆえんでもある。植物においても座禅層、ヒトデカズラ、フィロデンドロンセローム、ハスなど、牡蠣を、開花期間中一定の温度に保つものが存在する。例えば座禅層では、摂氏4度から摂氏15度の外気温中で、肉母箇所の温度を摂氏24度摂氏1度以内に保つが、これは、多くの哺乳類や、 蝶類の体温日周変動幅より小さい。ただし、植物や昆虫における体温維持は、下蠣や胸部など必要な部分及び期間のみであることが多い。なお、蝶類や哺乳類も厳密な意味では、全身の体温を保っているわけではない。磁界や足先などは大きく体温が変動する。ただし、日周変動の幅が、摂氏一度以内の体温。 一程度を生涯保つような種の多くは、哺乳類か蝶類である。ウミガメやマグロでは、弱霊個体は典型的な変温動物であり、成長するに従って、体温調節能力が上がる。哺乳類や蝶類でも小型の弱霊個体の、体温調節機能は、不完全で体温変動幅が大きいことが多く、親の疲労や温暖な環境で成長する。生態の体温も一定ではなく、 休息時、活動時、生殖時、疾病時、部位などで体温が異なるのは一般的であり、場合によっては大きく異なる異音性。例えばカモや鶴などの低温地域に住む鳥類では、足の体温が外気温程度まで低下することは珍しくなく、冬眠時の山根や小型コウモリ等の体温は全身において外気温に近いところまで低下する。ハチドリや 小型コウモリでは活動時の体温は摂氏40度程度だが睡眠時は外気温程度まで低下するものがある。この程度の体温制御を行う昆虫はヤンマやスズメガをはじめとして数多く存在する。すなわちハチドリやコウモリが異音性の高温動物であるとするならばヤンマやスズメガも高温動物といえる。怠け者や格好に至っては 外気温や運動の有無により活動時の体温すら大きく変動する。ここまで来ると高温動物とは言えないであろう。ミツバチは産卵から死亡時まで体温を摂氏30度以上に保つ。しかも摂氏10度以下では動けなくなり、それが一定期間以上続くと死亡する。西洋ミツバチは一種で熱帯から極地まで分布し、 アイスランドの言頭下でも巣ガ活動こそ行わないが、冬眠することはない。蓄えた食料で産卵、育児さえも行う。つまり、多くの哺乳類や鳥類よりも、高温動物的に活動するのである。しかし、蜜蜂は、巣内活動時では体温を、主に体外の気温、イコール巣内温によっているため、高温動物どころか内温動物にも入れないことが、多い。 内音性の利点とは、外音から体温を、よりその生物の最適音に近づけられることである。このため、動物では、気候帯を超えるような広域分布種の多くは高温、もしくは内音性である。高温性生物とは、内音性生物の中でもある程度広い温度域の中で最適温度近辺の体温を保てるほど高度な、体温制御機構を発達させた生物である。 高温性、内温性の意義について、よくある誤解として、温度が高いほど、化学反応が早く進むために体温を高く保つ、というものがある。これならば最低体温は、最低限の活動性を保証するために安定するが、最高体温は、ある程度変動するはずである。また、高い温度により化学反応が早ければ早いほど、有利なのであれば、 人間の発汗用な冷却機能は不要なはずである。事実は逆で、内温性生物でまず安定するのは最高体温であり、典型的な変温性とされる生物でも、冷却機能は備えていることが多い。例、陸上遺憾多場植物の機械兵や葉の定位運動。生物体内の酵素は温度により活性が変化するために単純に高温で反応が早くなるわけではなく、 酵素反応の最適温はその生物にとっての最適温でもない。例えば多くのアミラーゼ、澱粉分解酵素は摂氏60度近辺に反応最適温を持つが、それを産生する多くの生物、人や麹菌などは摂氏60度では死亡してしまう。生物には活動最適温があり、必要以上の体温上昇は危険である、熱中症。また、より非活動的な生物、 例えば植物ではごく少数例しか発見されていない。高温性とされるのは2007年現在世界で蒸気のハスザゼンソウヒトデカズラの3種でしかも、高温部分は開花中の器ない視下女のみである。内温性は、より広くの種や部位で認められ、例えば多くの大型樹木は、早春の放楽初期には、周囲の雪が誘拐するほど体温を上昇させ、幹で数度の温度を保つ。 このことにより、0度以下の気温の中で糖類の転流を促進する。これも高温性とは見なせないが、広く捉えれば、内温性とは見なせる。高温と言えるほどに体温を安定させるためには、酸熱と冷却を行わねばならない。工述するように体温を上昇させることは酸熱を、盛んに、主体表面の断熱性を向上させれば良いので、比較的容易である。しかし、 外気温以上に冷却することは困難である。そのためか、多くの高温動物、特に放熱に不利な陸上生物では、重環境温度よりも、かなり高い体温、30摂氏44度を持つのが普通である。多くの鳥類や哺乳類、蜜チなど、高度の体温向上性を持つ生物では、低気温時のみならず休息や、睡眠時にも、さほど体温を下げられない、下げると死亡する。 イコール低体温症参照。この体表から握る熱を補うための熱を体内で作り続ける、イコール餌が大量に必要であり、食料確保の面で変温動物よりもリスクが大きい。大雑把に言って、同程度の体重の変温動物の数十倍程度、双方最適体温の時、同体温で比べれば数倍程度の代謝率、必要食料量及び酸熱量であるとされている。 例えば、コアラとナマケモノは、樹上で木の葉を接触し、ほとんどを眠って過ごすという、よく似た生態と、同程度の体重を持つ、哺乳類であるが、典型的な高温動物とされる、コアラの日あたり接触量は 50g 以上に達するのに対し、典型的な変温動物とされるナマケモノは 10g 程度である。このため、体温の維持が、 難しい寒冷地に生息する小型種を中心に、休息時や冬眠、睡眠時、低気温時などでは維持設定体温を下げる、もしくは体温を維持しないという適応するものが存在する。ただし、一般論として、変温動物も高温動物も体重が大きくなればなるほど、体重あたり、代謝率は下がる。クライバーの法則全体謝用は、体重の3。 4乗に比例ことに留意する必要がある。例えば体重5ム程度の典型的な変温動物である日本科のヘビ摂氏20度の代謝率は体重が100万倍5トン程度の典型的な高温動物のアフリカゾウの代謝率と同程度であり白長スクジラ、100から200トンよりは大幅に高い。つまり他の要因も関係するが変温動物の方が体重あたり 要求へ車両が少なくて済むとか、絶食体制があるということは一概には言えない。たとえマッコウクジラの回遊時の推定絶食期間は数ヶ月にも及び、ほとんどの変温動物よりも絶食体制が高い。同じ体型であれば、体表面積は体長の事情に、体重は体長の三乗に比例し、体が大きいほど体重あたりの体表面積は小さくなる。つまり、 体格が大きい方が冷却には不利、保温には有利となる。このため、高温動物では禁煙があるいは、同種の間では、寒い地域では体が大きく、暑い地域では体が小さくなる傾向がある。これがベルクマンの法則である。例えばトラでは、シベリアの亜ア種、アムールトラが最も体格が大きく、ジャワ島の亜種、ジャワトラで最も小さい。 イエスズメでは、北米にヨーロッパから移入されてから150年程度で、フロリダの州とカナダの集団では、アシュレベルの体格差が生じたことが知られている。同一個体中でも、ウミガメやマグロ類では、熱帯や亜熱帯の深海域で成長し、大型になるに従って、高緯度地域や深海域に活動範を広げる。例えばオサガメの生態は亜寒帯域まで生息するが、 産卵は主に熱帯域、幼体は亜熱帯域までしか認められていない。クジラ類では食料が少ないにもかかわらず温帯域や亜熱帯域まで移して産子を行う種が多い。アカン寒イ北で生活感を完了するネズミザメでは一服産子数は4匹以下と少なく体長 80cm 程度以上の大きな子供を産む。一方、非熱。 熱伝導率が大きく放熱に有利な水中環境では大型化できる。クジラ類は海水に熱を逃がすことができるため、例外的に巨大化しているが海水に使っていないと体温が上がりすぎて死にると言われる。また、大型のマグロ類を釣り上げた時は速やかに冷却しないと急速に体温が上昇するため肉が痛み、焼け商品とならないことが知られている。 最小級の哺乳類と鳥類であるチビトガリネズミ、キティブタガナコウモリやマメハチドリ、前述のスズメガやヤ,ヤンマ類の体重も1.5グラム程度以上であり、一個体のみで体温を安定的に維持するのは、このが限界であろうとされている。彼らは大量の餌を取るが、その多くは体温維持にのみ使われているわけである。ハチドリやコウモリはあまりの小型化したため恒常的な体温維持が、 難しくなったため、前期のような変音的な体温制御をおそらく再獲得したのであろう。だが、その制御は不完全なためか、よく似た、日地生態的地位を占めるスズメガやヤンマに比べ分布域、種数ともに大幅に少ない。トガリネズミは相当する日地を占める動物がいないためか、全世界的に分布する。しかし、 地上徘徊性食虫動物としては、同程度の大きさのウサムシやムカで、カエルやトカゲより繁栄しているとは言い難い。このように小型動物のニッチの多くは、変温的体温調節のできる昆虫をはじめとした、節足動物、爬虫類、両生類、魚類などで占められている。大型の魚類や爬虫類で、体温変動が少ないものを、寒性高温性として区別することが多い。 しかし、鳥類や哺乳類でも大型のものの方が体温が安定しているのが普通である。肝性高温性とは、体温調節能力がなくても、変温動物であっても体格が大きければ、比較的安定した高い体温を保てるという意味であり、巨大な体温が安定した生物は、肝性高温性動物、コンタツアームであるという意味ではない。また、当初は、 単なるジャイギャンタザームであるとされたウミガメ類もそこから、類推されるよりも体温が安定しており、低温の餌を食べても、深海の低温部に潜っても、体中心部の温度はほとんど変動しなこのことから、現在では、ウミガメ類に、体温調節能力がないとは考えられておらず、オサガメではその体温調節機構も、かなり詳しく調査されている。ウミガメやネズミザメを完成高温性動物として、 区別するのならば、その10から100倍以上の体重を持つゾウやクジラは、寒性高温性動物として区別されねばならない。また、ゾウガメ、大抵のウミガメより重い、イリエワに大抵のマグロやネズミザメよりも重いのように大型でも、体温が安定しないものもある。大型サボテン類は 100kg 以上の生きた部分を持つものも多いが体温は安定しない。 三熱部分である体格が大きいことは相対的な低温下で体温を保つ上で有利ではあるがそれだけで体温を保てるものではない数百リットルあっても風呂の湯はすぐ冷めることを思い出してほしいむしろ体温維持能力を持たないのに大きな体格を持った場合寒冷な季節に一旦体温が下がると回復がかえって困難である熱容量が大きく日光浴程度では 体温が上がらない体酸熱も増えない活動を開始できない。逆に温暖な季節では、そのような巨大な体格では、放熱がうまくいかず、熱死してしまう。つまり、温度が比較的一定した条件、もしくは寒暖が短期間で交代し熱感性が大きければ、許容体温の範囲内で収まる条件でないと、熱感性に頼った高温性は機能しない。現実にも、 変温動物では北方ほど小型化することが多く、逆、ベルクマンの法則、ニシキヘビやワニのような活動的な大型の変温動物は熱帯や亜熱帯に分布しており、寒冷な地域には分布していない。つまり、高音性大型動物を寒性高音性動物として区別する意義はほとんどないであろう。原生動物で肝性高音性を積極的に利用しているとされるものには、 皮肉なことに哺乳類のラクダがある。ラクダでは飲食物が欠乏する場合、昼夜音の差が激しい砂漠において、夜は低体温を許容し、昼は高体温を許容する。このことにより、その大きな体格による熱感性を利用して、比較的低コストで一日を通しての体温変動を少なくしているとされている。アフリカ像同様のことをしている。可能性が指摘されている。 もしそうであれば、ゾウはジャイギャンタザームと本当に言っていいかもしれない。感性高温性とは言えないが、積極的に大きな体格による熱感性を利用している。他の例としては、ガラパゴスのウミイグアナがある。ウミイグアナは日光浴をして体温を上げた後に冷たい海中で海藻接触する。ウミイグアナが同所的に生息するリクイグアナよりも体格が大きいのはこの時に、 熱管制が大きいことが有利であるからであるとの説がある。静止時、つまり運動による散熱がない状態で体温を保てるかどうかで高温性かどうか区別することもある。マグロ類やネズミザメは生きている限り運動を続けるのでわざわざベッドの散熱機能を持つ必要がない。そして摂取重度水中で長時間体温、そして生命もを保てる。 哺乳類や蝶類は少数派であるが、ネズミザメやマグロは保てる。つまりこれも、深層意識として、蝶類や哺乳類は特別優秀という意識が、働いているためにする区別であろう。体積に対する表面積の割合が大きくなる、イコール外気温の影響を受けやすい、という観点から、都質部であるを、耳、羽などが寒い地域では小さく暑い地域では大きく、 なる傾向も認められる。こちらは、アレンの法則と呼ばれる。アレンの法則でもわかるように、体積に対する表面積の割合を小さくする、必要性から外部形状の自由度が低くなることも指摘されている。このため、高温動物は、日地の近い近縁の変温動物と比較して丸い、印象を与える体型、すなわち、よりたまに近い体型をしている。例えば、 途中や狭いところを主な活動場所にする場合、蛇、トカゲやミミズのように細長い体型やゴキブリのように平面的な体型が有利なことが多い。しかしモグラやネズミなどの高温動物ではこのような体型をしている種は認められていない。花かまきりやナナフシ、ハレーのような極端な隠蔽形状を持つ種も認められていない。通常は体温を積極的に維持しない。 ニシキヘビ類において、ホーランジは安定した高体温を保つものがあるが、網目ニシキヘビでは100日程度のホーランジは下肢88から91度29摂氏33度を保つ。他のニシキヘビも同程度、この時は筋肉を震わせて酸熱量を上げるとともに、卵を中心としてトグロを巻くことにより露出表面積を下げる。同じ程度の大きさの鉢であっても、 花蜂類、蜜鉢クマルハ丸花チなどは内温動物的、狩蜂類、ジ自我蜂、足長チ、スズメチなどはほぼ完全な変温動物であることが多い。狩蜂類は光沢がありスマートな形状をし、比較的はも長いのに対し、花蜂類は丸く毛が生えはも短く、もこもこした印象を与える。狩蜂類が高温性を持たないのは、 おそらく他の動物を狩る必要があり、花鉢類のような形状では運動性が落ちてしまうからではないかと思われる。内温による活動時間の延長や安定した運動性能によるメリットよりも、毛が生えることによる空気抵抗の増加や丸い体型による運動性の低下によるデメリットの方が大きいので、あろう。蜜蜂、西洋蜜蜂の働き蜂の体重。 0.08から0 1 5ム、日本蜜蜂は、やや小さいも体格が小さく、しかも体温を下げると死につながる。しかし、断熱性に優れた、閉鎖空間である巣内にて集団で休息することで、温度が逃げないようにしている。このことで、小型動物における、高温性によるエネルギーの浪費をうまく回避している。活動時、特に飛行時は、 エネルギー消費イコール耐熱酸性が大きいため、蜜蜂のような小型動物でも体温が保てる。このような適応は、もちろん蜜蜂だけではなく、小型の高温動物は、閉鎖空間で丸まったり集団で休息するのが、普通である。蜜蜂は、暖かい室内、正確には、8集団内で休息し、エンジンをかけてから飛び立てるため、早春から、晩秋、外気温、 摂取10度以上まで広範囲の気温下で活動できる。また、死につながるため、高温期以外は、巣外正確には、8週段階では休息しない。このようにして、巣外活動時を含め日本蜜蜂では40摂取41度、西洋蜜蜂,蜂では30摂取36度の体温、正確には、胸部温を維持している。巣温が下がりすぎた時は胸を震わせるとともに、 八集団の個体密度を上げ、陶器でも八集団内温度をほぼ一定温度。日本バチは33三36度。西洋ミツバチは陶器かつ、皮膚時期は20二22度。それ以外は30三35度に保つ。上がりすぎた時は水をまいて、扇風行動を取ることで冷却する。より積極的にス構造を用いて、体温を保つ例としては、 大きなロア割類が挙げられる。ミツバチとは異なり彼らの体そのものにはほとんど体温維持機能はないと思われるが、巣の構造と栽培菌類及び自身の呼吸熱そして地下から汲み上げた水の気化熱により、砂温度を高度に安定させる。ホーミアザーム、自律的体温向上性を持つ生物という言葉には、巣を用いて吐けないという規定はないため、 字義通りに解釈すれば大きなシロアリは高温動物である。大型の不ヒ飛シバネア根ク、例えばオニヤンマでは摂氏40度程度、ヤンマ類ではそれより数度高い程度に飛翔中の体温、正確には強部温を保っている。高気温下では飛翔速度を下げ、低気温下では飛翔速度を上げる熱酸性を大きくすること。 低気温時の飛翔前には羽を震わせるウォームアップと呼ばれる行動で体温を上昇させること、加熱時には腹部を持ち上げたオベリスクと呼ばれる姿勢をとって太陽光を受ける面積をできるだけ少なくすることなどによってこの体温を維持していることが知られている。低体温時の飛行前、ウォームアップは内温性昆虫では一般的で種によっては数度の体温、気温時に 摂氏30度以上まで胸部音を上昇させることができる。なお、不等し羽根あもくいわゆるトンボ類や完全変態昆虫には高温とは言えないまでも外気温よりも摂氏10度以上高い体温を保つことができる内温動物が多種類存在する。マグロやネズミザメでは生涯泳ぎ続けることにより熱産性を行う。それとともに 体表面と体外部との間に気毛と呼ばれる血管が絡み合った対流式熱交換器がある。これによって体中央部からの血液が暖かいまま冷たい体周辺部へ直接流れないように、また体周辺部からの血液が冷たいまま暖かい体中央部へ流れ込まないようになっている。赤マンボウでは心臓とエラの間にも気毛があり、より体温を保持力が高く深海でも活発な 活動が可能とされる。カモ類など寒冷地の水鳥でも足と胴体の間にこの機能がある。また、マルハナバチや蜜バチも発熱部である胸部と放熱部である腹部の間に対流式熱交換器を備え、そこの血流量を調節することで放熱量を制御するとともに胸部温を保つ。発火による体温低下は 人で行われるため一般的であるように感じるが、水や塩分の浪費につながるため、哺乳類のうちでも、人や馬などごく一部の種しか行わない。逆に言えば、人間や馬は、発汗による効果的な放熱により高温下でも激しい運動ができる。このように、体温維持の気候は様々である。原生動物において比較する限り、体温の向上性の有無と成長速度、 あるいは急速な成長期の有無には関連性は特に認められない。例えば、典型的な高温動物である人は誕生してから15年で、体長で4倍、体重で20倍程度に成長するに過ぎないが、典型的な変温動物であるカイコは30日で、体長で30倍、体重で5000倍にも成長る。同じく変温動物である日本カナヘビでは1年で体重で20倍程度。 人間と同程度の生態体重の陸上脊椎動物であるアミメニシキヘビ、15歳程度の誕生時体重は1 0 0ム、程度を、つまり5から600倍であり、ワニの成長速度はこれよりも速い。また、完全変態昆虫の多くは、幼虫期は非常に急速に成長し、成虫はほとんど成長しない。つまり、成長期が存在する。しかも、 スズメがを見ればわかるようにほとんど成長しない成虫は、高温性であも急速な成長をする。幼虫期は、通常を典型的な変温動物である。獅子動物でも同様で、典型的な変温動物であるアマガエルや、アベコベガエルは幼体であるオタマージャクシは、急速に成長するが、上陸後のカエルの体重増加は、非常に緩やかである。日本化のヘビでも最初の一年は、 体重が急速に増加するがその後、5から6年の寿命があるの体重増加は緩やかである。これらは決して特殊な例外ではない。逆の例、高温、内温動物の方が成長が早い、成長期があるを例示することも極めて容易である。上の例を、ヒトゾウガメ、カイコカンガルーやミツバチ、日本カナヘビウサギ、アミメニシキヘビウシ、ワニライオンなどとし、 倍率なども適宜動かせばよい。つまり、化石生物などで個体の成長速度が速いことや、急速な成長期があることが類推できる形質が認められても、高温動物であろう、もしくは逆に、変温動物であろうという推定は成立しない。むしろ、高温変温に関わらず R 戦略傾向を強く、持つ種では、成長速度が速く、ハツカネズミ、猫や、日本トカゲでは、 誕生4週で3倍程度、軽戦略傾向を強く持つ、種の成長速度は遅い、人、牛や昔と影では、誕生1年で3倍程度。また、骨や歯、角、鱗、磁石のような高組織における年輪のような成長線の有無で高温と変温の推定をすることも、あるが、これはその個体の当該高組織の成長速度に大きな変動があり、かつ、 それが残ったことを示しているに過ぎない。つまり、成長線があったからといって、変温動物である、もしくはなければ高温動物である、とは言えない。つまり、化石などによる体温調節の憶測は非常に困難。現生生物の例では、通常典型的な高温動物である、大型哺乳類にも成長線が形成されるものが、たくさん存在する。クジラ類の葉や骨。 牛類の角や象毛には、明確に成長線があり、科類の骨格や歯にもしばしば認められる。また、通常、成長線のできない人の骨においても、季節的に、飢餓状態に置かれたことによると思われる、成長線、飢餓線、ハリス線、ハリスラインが認められる例がある。野生のイノシシの牙には、通常明瞭な成長線があるが、飼育下の豚では観察されない。 これも野生下では栄養状態に季節的変動があるが飼育下ではほとんど異とが原因であろうと推定されている。季節変動のある地域で数年以上にわたって成長し、成長が季節変動する平温動物は数多くあるが、その高組織に成長の変動が残るとも限らない。例えばセミやロブスターは何年にもわたって成長する平温動物であるが、 高組織を脱皮によって捨てるため成長戦は残らない。当たり前であるが、季節変動のない地域に生息している変温動物、例えば熱帯のワニ類やニシキヘビ類には基本的に成長戦は認められない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。